美味しい血液の作り方講座というわけでですね、今回こちら見えますか、アップにできます、このドロドロの赤黒い血液を作って、で今ここにつけてるんですね、はい、これどういうふうに作るかというところなんですけども、まあ用意するのは、食紅ですね、取れますか、取った、はい、食紅の赤と緑を使います。で、赤1に対して緑少量入れると、いわゆる赤っぽいんじゃなくて赤黒い血液が作れます。でさらにですね、こちら、ドン・キホーテで購入しました片栗粉でございます。これを投入することによりまして、血液に粘りが出ます、はい、なのでこういったトロトロの血液ができるわけですね、はい、これを今回、使っていきたいと思います。